どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。ちょっと今日はですね、皆さんにちょっと面白いご報告をさせていただきたいなというふうに思います。さあ、何かというとですね、今日はですね、ガズが、卒業した、母校です。小学校にですね、ガズレレウクレレ、初めてウクレレをですね、寄贈してまいりました。まあ、寄贈って言うとなんかね、ちょっと大行な感じだけど、ぜひね、僕が卒業した小学校のね、キッズたちにもね、ウクレレ楽しんでもらいたいなと思って、今日ね、お届けしてきたんですよ。はい。このね、思ったのは、ガズレレでね、先日長野県の松本市でイベントやった時も、すごい小学生のキッズたちが来てくれて、もう盛り上がってますよとか、もう各地でね、小学校全体でっていうか、クラスでとか盛り上がってるっていう話をすごくね、まあ、最近よく聞くというか、お伺いすることが多くてですね、それはすごい嬉しいことじゃないですかね、音楽、ガズレレで楽しんでる方がもうね、日本中に小学校、小学生とかもう、小学生だけじゃなくてもいろんな方楽しんでくださってるんですけど、まあ、そんな話をよくね、耳に挟んだなと思った時に、まあ僕がね、卒業した小学校、まあ母校ですけれども、に、なんかウクレレをお届けするのもなんか、いいなと思ったわけです。はい。というわけでですね、小学校に連絡、させていただき、長野県の、飯田市立、上里小学校というところなんですけど、そこにね、こう連絡をさせていただいてですね、そういうふうに思っているんですけど、ウクレレをね、子供たちに、こう、お届けできないか、みたいなふうに言ったらですね、もう本当にね、快くね、いいんですかっていうふうな感じで受け入れてくださってですね、先ほど、届けてまいりました。で、その様子をですね、ちょっとだけ動画に撮らせてもらったんですけど、もう校長先生とね、教頭先生がですね、もう大興奮でございまして。で、しかもですね、やっぱ先生の中にも一人、ガズレレで、コロナの最中にすごい夢中でやってたっていうね、若い男性の、先生もいたりして、で、チューニングしたりね、して、ちょっと来てね、来たんですけど、これからね、なんか面白いことが、まあ、もう卒業シーズンですからね、来年度、またなんか始まるんじゃないかなと思って、ちょっとワクワクしているところなんですけど、今日は無事にですね、ウクレレ10本、お届けできたよということで、それのご報告なんですよ。ちょっとその様子見てみましょうか。どうぞ。どうも皆さん、こんにちは。今ですね、どこにいるかというと、僕が生まれ育った小学校に来ているんですけれども、ウクレレをですね、僕の母校にですね、寄贈しようと思って、見てください。はい、ガズの初めてウクレレをですね、ちょっと、この、僕が生まれ育った、上里小学校にですね、寄贈させていただこうということで、今日、なんと校長先生と教頭先生に、ちょっとこう今、ね、ノリがいい校長先生。いや、もう校長先生がもうすごいハマりそうな予感で、教頭先生も来ますね、これはね。そうですね。これ、でもね、大人も楽しいし、子供も楽しいし、はい、もう今ね、この本も見てもらいながらやってるんですけど、もうね、ちょっと今、3分ぐらい説明して、もうなんか、美味しい。素晴らしい。いやいやいや、そういうことで、ちょっとね、これからなんか、その僕の、母校、上里小学校でね、なんか、ウクレレの方目が、開いていくと楽しいかなというふうに思ってですね、今日は本当にね、もう温かく迎えてもらってですね、もうめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。そういうわけで、こんなすごい状況になってますけど、今もう、チューニングをですね、やっぱ最初しっかりしとかないといけないんでですね、している最中ですよということで。ほら、この楽譜の方もしっかりね、リットミュージックの方もここに置いていきますんで、どんな風に使われるんでしょうか。次、新年度ですからね。そうですね。もうね、卒業式だっていう時期なんでね。はい。はい、まあ、またなんかね、面白いことあったら、またなんか報告させてもらおうかなと思うんですけど、皆さん、こうやってね、子供の、ね、子供時代から音楽でね、自分の好きな曲が弾けたら、やっぱすごい楽しいと思います。はい。はい。なんか一個のモデルケースになるといいかな。はい。じゃあ曲にそうしよう。ぜひぜひ本当に、ね、わかりました。はい、はい、ありがとうございます。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 すごい喜んでいただけようで、もう僕もテンション上がっちゃったんですけど、あんな感じでね、なんか子供たちもムードをこうあれで教頭先生と校長先生ですからね、びっくりしちゃいますよね。はい、本当そんな感じでやっぱりすごく良かったなと、本当にひらめいただけなんですけどね、なんかこう思いはね叶うっていうかね現実になるなっていう感じ。
感じで、僕がちなみに小学校の時に、あの僕が小学校3年か4年くらいだったと思うんですけど、僕のその、あの、通ってたね、上里小学校というところにね、一輪車を寄贈してくださった方がね、いたのを覚えてるんですよ。だからそれをね、僕ふと思い出したんですよね。あ、僕もそういえば、ね、ウクレレ、あの、みんな楽しんでもらいたいから、あの、そういうことをしたいなと思って、でもあれよあれよと、進んでいきましたということでございます。まあまあ、この、あの、僕の母校に、僕の母校の小学校にウクレレを、こう、な、あの、使っていただけるようになったということで、今日はそのウクレレをお届けしたよというね、こうなんかほっこりした、すごくいい日だったなということで、こう今日この動画でシェアさせていただいてるんですけど、この後ね、なんかどんなことがね、この起こるかな、どんな化学反応が起こるかなというのも、そういうのもすごく楽しみにしてます。まあなんか、いろいろ今後もシェアできればいいかなというふうに思います。さあ皆さん、ウクレレでどんどん音楽楽しんで、聴くよりやる方が音楽が楽しいよということでございますよ。はい。引き続きガズレレ YouTube チャンネル、どうぞよろしくお願いします。バイバイ。